00と88は店舗独自の値下げっていうことらしいです。はい、若旅旅尾です。コストコがね、好きなんですけども、おかげさまで近くにできて喜んでるところで週に何回も行ってるんですけど、妻からの情報でですね、コストコのプライスカードですね、値段と商品名が書いてある札、白い札、これにもね、いろんな意味がある。黄色いマーカーだけが値下げだと思ったらですね、違いました。いろんな、例えばアスタリスクっていうんですか、米印は次回入荷予定はありませんよっていうもので、プラスですね、これも同じですね、入荷は未定、いつ来るかわからない、今あるだけですよ。で、愛がインフォメーションあり、説明書が横に書いてあるだけですけどね。あとね、77プライス、値段のですね、下2桁77円は値下げ中のもので、88円は店舗独自の値下げ。そしてね、00と88は店舗独自の値下げっていうことらしいです。というわけでね、早速09と97はメーカーからの特別価格や値下げ品で、緑のラインはね、オーガニックですよっていうことです。というわけで早速ですね、倉庫に行って確認したいと思います。では、というわけでコストコにやってきました。プラスプラスプラスマークプラスプラスですね。ケーブルセット、これは気になってた枕なんですけど、入荷は未定ですね。次回の入荷は77プラス77、はい、77ですね。在庫処分で、次回は入らないで、インフォメーション割りのヨーグルトメーカー、あまり売れなかったんだろうね。オールセブン現品限り、アルシコですね。アイマーク、アイがあるね。アイの冷蔵庫はアイマークだ。在庫なしで説明ありですね。在庫限りの炊飯器の値下げ商品ですね。ゼロ、店舗マネージャー判断の、ね、マネージャー判断の値下げ扇風機、これも00。愛と77、00ですね。00。はい、というわけでコストコに行って、プライスプレートカードの記号っていうかですね、そこに秘められたっていうのは大げさだけども、そこにね、まあ分かる人が分かる情報を見てきてました。なかなかね、
I とか米印とか T とかいろいろあって、また値下げ商品の7ね、77とか70とかいうのがたくさんあって、なるほどなという感じがして、とても楽しく過ごせました。で、買ってきたのはですね、まあ週に2回も3回も行ってますからね、本日限りのアルゼンチンのエビ、刺身用天然赤エビ、これを買ってきました。グラムね、153円、ね、今日は夜はこれ刺身パーティーですね、刺身パーティー。それと2つ目のポップコーンホッパー、これが277円、もう投げ売りですね、もう二度と入ってこないと思いますので、ガラス割れた時のために予備としてストックとして、買いました。これでまたね、私の脳みそにね、シワが一つ刻まれましたので、コストコのね名探偵としてですね、今後活躍していきたいと思います。ではまた、どうも。